はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の三角関数の合成丸2をお送りします。で、前回からこの合成が始まって2本目です。で、前回はまあ合成でこういうふうにやるんだよっていうのをやってったんですが、今回はそれを使った方程式を2問やっていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあいきましょう。で、まず x は0から 2π です。だから0度スタートの360度1周分大丈夫っていう状態で、この1番なんだけど、今までその方程式っていうのは、例えば事乗をこうね、公式使ってサインだけにしてみたりコサインだけにしてみたりっていうのがまあ主流だったんだけど、ここ事乗が両方入ってないんで変形ができないのね、普通にサインだけとか。だからなんとかサイン、まあ、プラスもしくはマイナスのなんとかコサインになってるので、前回の合成の知識を使うとサインだけにすることができるから、で、それを使って解いていきます。で、まあ、前回と同じようにやっていくと、まずここの数字2乗して3マイナス1、2乗して1足して4、それがルートの中に入るから2になります。ルート4だからね。で、この辺がうんって思う人は1個前の動画を見てください。そこで詳しくやってるから。で、これが R になって、で、サイン X で、プラスアルファってやってったんですけど、実はですね、これすごく簡単にやる方法があるんです、本当は。で、今回それを紹介します。ただ、肌に合わなかったら前回のやり方でやってください、丁寧にね。で、どうやるかっていうと、これ、俺がね、高校の時の恩師が使ってたんでよく使ってんだけど、ここルート3でしょ。で、ここ、まあ、マイナス1だよね。っていう数字があるじゃんか。で、前回やったように、これコサインアルファなんです。ね、コサインアルファが2分のルート3。で、コサイン、間違った、サインアルファか。が、マイナス2分の1になるよ、みたいな。それを満たすよっていう話をしたでしょ。でも、これ結局ね、方程式とか解いていくときって、基本的にここちゃんとした数字になります。で、ちゃんとした数字っていうのは、6分の π、30度とか。4分の π、45度とか、あとは3分の π、60度みたいな、ちゃんと綺麗な形になる、数字としてね。で、これ、今、ルート3とマイナス1じゃん。で、どう考えるかっていうと、結局、これ、コサインとサインの数字なのね。まあ、もちろん2分のがくっつくけど。で、コサインって x 座標、サインって y 座標なんで、こっから、ルート3行って、1下がる、マイナス1だから。ここだなって考えるんです。で、なんでかっていうと、コサイン分のサインってタンジェントなんだよね。ちょっと書いておこうか。一応これ本当に合わなかったらやめてね、やめていいからね。で、タンジェントっていうのはコサイン分のサインなんです。で、今コサインが本当は2分のルート3で、サインがマイナス2分の1なんだけど、両方とも2分の2分のがあるから、どうせ切れるんだよね、関係なくなっちゃう、約分できるから。ってことは、これ分のこれになるの。タンジェントが。だから、ルート3分のマイナス1。この場所が傾きなんだよね。じゃあ、そのとこ何度って考えると、で、タンジェント1時考えなくていいの。ルート3行ってマイナス1だったら、この位置だから、30度下だからマイナス30度なの。もちろん330度でもちろんいいけどね。それは範囲によって分けるけどさ。で、1行って1上がるんだったら、1、1だから45度なの。1行ってルート3上がるんだったら、60度の位置になるっていう。その1とルート3の比率だけで考えればいい。ルート3行って1上がるんだったら、ちょっとしか上がらないから30度なの。1行って1だったら45度。1行ってルート3上がるんだったら60度なんです。で、その比率で考えていったら、こっちとかこっちも全部考えられるから。ってやると結構楽ができます。慣れればだけど。俺は自分自身がそれで慣れてるので、もしよかったら参考にしてください。1とルート3です、比率的には。だから結局、ここがルート2とルート6ってなっても、ルート2対ルート6って、両方ルート2で割ったら、1対ルート3だから結局、そこに戻るから。って考えると、結構角度は簡単に出てきます。で、話を戻す。これ長かったね。話を戻すと、
ルート3行って1下がるってことは、ちょっと下がるとこだからマイナス30度かって。で30度って6分の π だから、マイナス6分の π って考えるといいですね。でも何度も言うけど、前のやり方の方が合ってればそっちでやってください。時間短縮はできると思ってるけどね。でルート3で2が邪魔なので両辺2で割ります。でそうするとこれね、2分のルート3になると。であとはもう今まで解いたのと同じでこれね。でまずサインの中身がちょっとややこしいので一応範囲を確認しておきます。 x-6 分の π で、もともと x 決まってるから全部のところから6分の π を引けばいいと。0から引いたらもちろん -6 分の π が残ります。でこっちは 2π6 分の12ね、そっから6分の π 引いてるから6分の 11π です。で前の時にも言ったけど、どうせ一周するからこれこうやって、だからもちろんこれも一周します。大事なのはスタート地点だけね。-30 度をスタート地点として一周するんだと思ってください、範囲はね。であとはサインが2分のルート3になるところを探す。でまあちょっとね、頭の中でもできる人もいると思いますけど、一応単位円書かせてください。入ってるでこうなって、 y 座標がねサインだからが2分のルート3、高いとこなので、まあ、この辺ですね、イメージとしては。つまり60度ポジションと120度ポジション、この2箇所になります。だから x-6 分の π、 下からこれだからね、まだ x イコールじゃないよ。 x-6 分の π がこことここならいい。で今範囲は -30 度、ここをスタートして入ってるから普通に60、120入るね。だから60度、つまり3分の π、 もしくは120度、これは3分の 2π かになればいいと。で6分の π 右辺に移行してきて、両方ねそれぞれ計算すると x イコールこれ6分の2だから足して6分の3、約分するから2分の π か、かこっちが6分の4、6分の5になるのか。この2つが答えになります。まあここだけだよね、この変形の部分だけだと思います。あとはね、今までやったのと変わらないからさ。で次です。で次も同じようにやっていくんですけど、まあ個人的にちょっと2が先に邪魔なので割ってしまいます。これまあもちろん後で割ってもいいんだけど、ちょっとごめんね、こう割っちゃうよ。2で割って先にこっち移しちゃうね、2分のって。で今 sinx プラス cosx になってるから、これも合成していくと1と1です。2乗して1、1足す1だから2、ルートつけるんでルート2で sin 抜きます。でカッコ x で、さっきと同じように考えると1と1でしょ、1とプラス1ね。だから単位円を頭の中でイメージして1行って1上がるんです。1行って1上がる、それって45度のとこだから、だから45度だからプラス4分の π となります。でイコールそのマイナス2分のルート6と。でルート2が邪魔なんで両辺で割りましょう。ルート2でね割ると左辺はこれがそのまんま残ると。でルート2で割るから下にルート2がくっつくでしょ。ルートの中と中は約分ができるので下はルート1で消えます、ルートがバサッと。で上は2で約分されるから3が残る、つまりマイナス2分のルート3とね、これでできる状態になりました。であとは一応中身のね範囲が大切なので4分の π、まあスタート地点分かればええやんって話なんだけど、さっきと同じだね、全部に4分の π を足します。ここにも足すと当然4分の π で、こっちが4分の8です、もともとで足すと4分の 9π となります。つまり45度、ここね45度のをスタートして一周だよと思ってください。であとはサインがマイナス2分のルート3になるところを探せばいいので、これまたあれかな、ちょっとねごめんね、最初に文字数がね少ないとね焦点うまく合わなくなってしまって、ちょっと変えますね、少しお待ちを。これで良くなればいいな。
じゃあ続きをいきましょうか。多分右下が入るかな。うん、いける、もっといけたら。ちょっと爆発したけどごめん。で、こうなって、で、サイン、Y 座標がマイナス2分のずつ、2分のルート3。ごめん、カミカミだった今。ちょっと行き過ぎたけど、こんな感じでいこうか。つまり、270度の30度横と30度横なので、240度と、300度か、ポジションとしてはね。で、スタートは45度。ここをスタートして一周始まってるから、もちろん240も300も入ると、普通にね。なので、x プラス4分の π。何度も言うけど、まだ x イコールじゃないからね。こいつがこれとこれになればいい。で、240度。だから、180分の240。18分の24だから、3分の 4π が。3分の 4π と、180分の、18分の30だから、3分の5倍か。になればいいと。で、あとはこれをね、こっちに持ってきて解くと、待て、12か。12分の16、12分の3だから、16から3引いて、12分の13。はい。と、あっちが12分の20から3を引くから12分の17か。やべ、暗算間違ってたら恥ずかしいな。多分大丈夫なはず。といった感じで解いてみてください。いいかな。まあ、これがね、合成を使った方程式の解き方となります。では今回は高校数学数2の三角関数の合成2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回まだ続きます。次、これの合成を使った不等式をやっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。じゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。